さあ始まりました、アークナイツの解説動画、元気いっぱいで始まりました。解説はこの私、カマンベールの政治上に詳しいペンなのだが、お務めさせていただきます。早速ね、なんか雑多なマップが繰り広げられておりますが、こちらはもちろん8号共有場の、マップでございます。ですね、環境のね、全環工事のタグをつけた結果、とりあえず2つほど埋まったんですよね。で、要はC3 とF7 にあるこの防御マスと回復マスが埋まってしまったんですけど、今回のね、僕のタグの組み合わせでは、この2つは罠に近い関係になってしまったので、使わずにしていますね。どのみち使うことがなかったと思ったんで、このマス配置上ね、邪魔になっちゃうんで、喋ることねえなこれ、意外にタグが違かったらね、使ったかもしれないですけど、はい。というわけで、今回課したリスクでございます。軽めのやつをね、数でなんか制圧したって感じです。逃げてないからね、逃げてないわよ俺。はい、オペレーターです。はい、皆さん毎度おなじみオペレーターですね。はい、というわけで、今回ですね、貨車とね、ラップランドがとんでもない力を発揮してくれたんですよね。あとはやっぱりパフューマーじゃねえや、突き抜きとね、クラマニクスもね、だいぶ活躍してくれてました。はい。で、今回の、危機薬の危険箇所ですね、僕の B3D7F10 ですね。こちらはですね、体力とかその他オペレーターの、なんかその他もろもろでいろいろとね、ごっちゃごちゃしてて、いまだに危険な箇所になってます、ね、ここをね、注意してね、攻略しました。というわけでお疲れ様です。お疲れ様ですだね、やまだ続くよ動画